岩月大地は、東海地方のローカルタレント、ファッションモデル、釣り師、愛知県出身。血液型は A 型。身長184センチメートル、体重68キログラム、南地田城観光大使。幼少期、父親の影響で釣りを始める。2011年4月、ファッションモデルとして、キャンベルに所属。2014年10月、 南地多町発となる観光大使、南地多町観光釣り大使に就任。釣り人のマナー工場や南地多町の観光 PR のために活動。2014年11月より、週刊釣りニュースの a p c として、長考記事を執筆。2015年4月より、中日スポーツのフィッシングライターとして活動。2015年7月28日名古屋国際ホテルで、 開催されたプレミアムディナーショーホテルロンリーハートに出演2016年10月名古屋の飲食店マカマカグループの運営会社株式会社萌木代表取締役に就任2017年名古屋グルメ選手権名護マイナス1グランプリで名古屋流味噌鳥ちゃんを公安出品し優勝2018年名古屋グルメ選手権名護マイナス1 グランプリで名古屋流曲線和牛ステーキ丼を考案オースのステーキハウス5代目橋本とコラボして2連覇。2019年10月、釣り、料理、バラエティ配信番組制作チームまかまかクラブを発足、代表に就任。アンバサダーに、ティックタッカー森裕二を起用、YouTube まかまかチャンネル配信開始。出演したビッグフィッシングでは、オール阪神が、 愛知県の諸崎港から出船し、45センチメートルのマダイを釣り上げた。2015年8月1日に開催された、桂由美の50周年記念のグランドコレクションで、桂由美プロデュースのダズンローズウェディングに出演。東京では爆笑問題の大田夫妻、大阪では神田沙也加が務めた、新郎新婦役であるが、名古屋では二千十五ミスユニバースジャパン愛知代表の、 金子真央と共に務め話題になった。2015年4月25日に南知多町観光協会主催で第1回岩月第一南知多町観光釣り大使就任記念の釣り大会がひまかじまで開催され、同大会は子供たちや保護者のための無料貸し出しのライフジャケットも用意し安全意識向上も啓発された大会で、 南千多町のゆるキャラやは母本舗所属のコミックバンド、ポカスカジャン、吉本クリエイティブエージェンシー所属の芸人、オレンジもゲスト参加した。オレンジの田中哲也が、人生初釣りにもかかわらず34センチメートルの、アイナメを釣り上げ、中日スポーツにも掲載された。2016年5月にポカスカジャンが、南千多町へ観光イメージソング、会いに来た南千多を提供。 この歌のプロモーションビデオに出演。会いに来た、南地田、男の友情編として、テレビ愛知のテレビ CM のほか、YouTube でも配信されている。2017年3月6日、下南部消防組合消防署1日消防署長を務めた2019年12月オール、阪神師匠の起用により、クールジャパンパーク大阪で地震発の吉本新喜劇に、 朝鮮社長秘書役をこなす、南地多町観光協会公式ホームページより、引用中日新聞、下版掲載記事より引用。2015年10月9日、記者、蔡秀幸週刊釣りニュース掲載記事より引用。2014年11月21日、中日スポーツ掲載記事より引用。2015年4月25日、在業新聞掲載記事より引用。コネクション。 フード、名古屋の飲食店グループ、まかまかグループ。名古屋の飲食店グループ、まかまかグループ。2020年1月3日閲覧。まかまかチャンネル。YouTube、2020年1月3日閲覧。サンテレビ、ビッグフィッシング HP ハットサン期ビーズより引用。中日スポーツ掲載記事より引用。2015年5月5日3月7日。 中日新聞地帯番長関係載長音語書、オール、阪神師匠が、まかまかチャンネルに、f m 愛知公式ホームページ番組表より、引用、f m 愛知ホームページ2015年3月25日現在、ハット MIDFM、公式ホームページ番組表より引用2015年5月23日、現在、サンテレビ、ビッグフィッシング HP、 三重テレビ、フィッシングマスター HP ハットテレビ愛知、黒チャンネル制作委員会 HP ハット、フィッシングマスター、飛ば沖きで立て釣りにチャレンジ。ありがとうございます。